王さん。はい。イージーマックスこと。はい。イージーマヒロアキ選手。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、イージーマさん、早速、ちょっとクラブセッティングを取らせていただきたいと思います。はい。はい。まずじゃあ、ウェッジから。はい。5パチ ?5-2 です。5-2。はい。5パチ5-2。この2本。2本です。SM9。SM9。はい。5。ね、8度の M ですね、5パチは。そうです。はい。ちょっと丸く削られてる。はい。やつ。もう一番スタンダードな。スタンダードですね。そうですね。スタンダードオーソドックスな。はい、オーソドックス。パターンですね。うん。はい。ね、シャフトは？シャフトは、はい、NS の、はい。システム3。システム3。はい。のプロトタイプの、プラス、なんとかプラス。ちょっと詳しくないんですよね、俺ね。あ、これ書いてある？はい。あの、うん、全部消えちゃってるっす。これはもういつもこれが指定なんですか？大体こう、はい。S プラスかな。あ、S プラスかな。はい。で、シャフトは S です。はい。はい。はい。これはどういったこだわりがあるんですか？いや、こだわり、まあ、あの、ダイナミックに一番なんか近いって言われて、うんうん、はい、はい。それで、あの、入れてます。はい。なるほど。最初は X だったんだけど、もうだんだんもう S に変えて。はい、なるほど。はい。はい。X100 から S200 って感じ。そうですね。S200 そうですね。っていうか、そうそうそう。X、うん。あ、モダスは、日本シャフトは S200 とか X とかない、うん、ないよね。確か、ただ、115とか、重さで、まあ、ダイナミックゴールドいくとと、その流れ、そう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 。そうですね。はい。そうです。OK です。はい。ありがとうございます。そして、アイアンが、はい。ZX5。はい。これが、噂の二度寝かせですよね。あ、そうです。これ多いですよね。うん、これでもやっぱ優しくて。一個前のやつ。そう。はい、いいですね、うん。もうこれなんかずっともう、プロに入ってからなんで、4年目ですかね。ああ、はい。シニア入ってから。シニア入ってから。はい、はい。シニア、はい。二度寝かせになると、こうなんかバンスがすぐ出てくるように感じるけど、はい、ちょうどここが落ちてるから、いいみたいな感じですか？そうですね。でも、下が硬い時とか、はい、多少当たる時が感じる時はあります。うん、でも、この、イブスキーの、芝とは相性良さそうじゃないですか？そうですね。ふかふかしてるから。いいですね。はい。去年、おととしでしたっけ？鍋さんとのプレイオフ。プレイオフ。そう。頑張らないと。え、今31位。やばい。ちょっと今大事な、あれや。いや、全然大丈夫です。ちょっと待って、そのちょっと空気読めてないよ。そうなんですね。え？全然大丈夫。申し訳ない、このタイミングね。はい、いやいやいや、逆に教えてもらわないと。いや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 。はい。すいません。そうか。ちょっと。はい。はい。そして、はい、もうこれ古いんすよ。ハイブリッド。HY の 95X が刺さってます、はい。はい。ユーティリティ。はい。頭見してください。はい。もう古い、もう、この。おー、これは。何個前だろう。818。はい。の H1。はい。だいぶ古いです、ね。どのぐらい前だろう、もう。もう何年前？ 7、8年って感じですか？そうですね。うん。うん、結構、あれですね。ヘッドが効くっていうか。はい。こう、なんか、こう、あまりボーンと飛ぶ感じがないんで。はい。いいですね、僕はなんか。D1 に合わせて。はい、ちょっと飛ぶように。はい。はい。少し立ててます。やっぱこう、ユーティリティは、年代物使う人多いですよね。そうですね。うん。縦距離が大事って感じですね。そう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 。だいぶ慣れてきたっすよ。やっとこの8年かけて。23度。これ3。はい。これ4番の代わりに。と、23と。はい。0.75 立つのかな。D1 にすると。いい顔ですね。こちらもシャフトは HY の 95X です。はい。さあ、そして、こちら。はい。飯島さんといえば赤ベンタス。はい、赤ベン。そうですね。僕もベンタス何回か変えるんだけど、結局これに戻っちゃうんですよね。この赤ベンが一番好き。はい。なんか動くっていうか。はい。手元がしっかりしてて、先に走る感じが。うん、ああ。また懐かしいでしょ。ああ、いい顔だな、なんか。懐かしいでしょ。すげえいい顔してんな。M4? ちょっとフラット目で。M4。懐かしいでしょ。うん。ヨゴさんも使ってましたよね。そうそう。いや、戻そうかなと思って、スプーンさん。テイラーさんからね、いろいろ、はい。よくしてもらってるんですけど、結局なんか戻っちゃって。これいい顔してますね、めっちゃ。うん、でも、まあ、飛ぶんだよね。ああ、うん、ちょっと顔。M4 のスプーンは持ってるんですけど、クリーク持ってなかったから。メキですよね。ちょっと俺顔。メキ。いい顔。めっちゃいいです。いい顔してる。はい。そして、スプーン。6X。こちらはステルス。はい。
スプーンを本当に悩んでて。スプーン悩みますよね。もともと M2 の古いのを使ってたんだけど、はい、割れちゃって、初代のやつが、はいはい。それからずーっともう悩んでて、いろいろ試してるんですけど、ちょっとこれで落ち着いてる感じ。あ、そうですか。それこそ、去年、一昨年のイブスキのプレイオフで、セカンドチョロ。そうそうそう。あの辺から、なんであの辺から、フェアウェイもうめっちゃ以来なの。そうそうそう。もうね、やっぱね。どうしたんだろう。もうあんな以来からね、ちょろちょろちょろ。上げに行った。上げに行っちゃった。アゲンストでちょっと強い球と思ってね。ああ。さらちょっと力入っちゃって。上げて、こう、ナックルドローンみたいなの行こうと思ったんです。力入っちゃった。あの辺からトラウマでスプーンが苦手です。スプーンって本当なかなかいいのないですよね。難しいですよね。はい。続いて、ドライバー。QI10 の LS。LS。はい。10.5 度。10.5 度。はい。でもね。はい。で、6X。はい。赤ベンタスですね。赤ベンの 6X。はい、ああ。こうなんか。ちょっとヘッドが効いてる。そうですね。D3 ぐらい。D3。はい、結構あれです、ね。ちょっと重めに。はい、重めに、はい。はい。ちょっと顔見てもいいですか。はい。こんな感じです。うん、QI10 はいろいろ試しましたあ。いや、もうこれしか頼む。あの、これしか試してないです。LS。はい。うん、ただ、ちょっとロースピン系だって言ったんで、うん、あの、9度じゃなくて 10.5 にしてもらいます。うん、なるほど、なるほど。パターンでパターン、はい、トラス懐かしの、はい、トラスもう懐かしいんですかトラスってもうあれな TP になっちゃいましたもんね、はい、トラスっていう名前じゃなくてフェース面がですね上げてきてるっていう、はい、ガリガリになっちゃって、はい、TP1 っていうモデルこれえこれってもともとモネちゃんがあの使っててこれってもともと前後あそうなんです重り違うそうなんこっちがなんか重たいからかちょっとバランス配分がちょっと新しいやつはあの同じなんだけど最初のやつはこっちが重いからそう手に入んなかったですよね最初そうあでもなんか構えると普通のピンパターでしょはいでもなんかそんな 重たすぎずいいですねそうなんですよでこれシャフトに鉛をぐるっと巻いてます、ね、はいはいある方にこう、この方をちょっとセッティングしてもらって。はいはい。はい、ある方。はい。それからシニアに入って、ずっと稼げてたんですけど、今シーズンちょっとパターで悩んでます。いまいち打てなくて。ああ、そうなんですね。はい、その前は、去年はパター何だったんですかこれずっとして。あ、これともう、プリシニア入りしてからずっとこれです。あ、はい。そうなんえ、シニア ?4 年目。4年目です、ね。ヨゴさんの1個先輩にやってるんです。4年目。はい、4年目。4年目。で、2勝シニア。シニアで0勝。あ、ゼロプレイオフ。あ、プレイオフ。2敗して、あと2位が何回か。あ、なんか俺、もうなんか2回くらい勝ってるイメージがあったんですけど。いや、0勝なの。あ、そうなんですか。プレッシャーに弱い男って。いやいやいや。あれだって、1回お祝い、優勝のお祝いやったじゃないですか、一緒に。あ、あれは、あの、公演競技。公演競技が2回あってるんです。うん、秋葉さんのその、コーノスシニアと、この間の宮瀬プロのとこのやつ、うん。そっか。そういうことだったんですね。そうなんですよ。ちょこちょこ、いろ、あのね、プライベートっていうか、はい、あの、試合会場以外でもご一緒させていただいて。そういう競技だったんだ。そうなんです。はい、あそうなんですね。そうなんです。レギュラー勝ちたいんですけど、なかなか。そういうことですか。はい。じゃあ最後、ボール。はい、はい、はい、はい。あと一人。V1X は。V1X。はい。新しいやつですね。はい。はい、ハイナンバーを使わせてもらってます。これは、黒と赤は悩まず、もうずっと赤ですか？ あの、黒を使うと、僕ちょっとあんまヘッドスピードある方じゃないんで、ロングアイアンとかがちょっと戻る、あの、潜る感じで、はいはい、ちょっと飛びすぎちゃう感じがあって、で赤の方がポンと球が上がりやすいんで、こっちにも迷うことなくこれですね。うん、なるほど。はい。これは最新のやつですね。2023年モデル。そうですね。はい、うん。またもう来年から新しいのが出るみたいです。でまだなんか日本にはテスト入ってきてないんですよ。本当ですか、うん、レギュラーでは打ってんのかな、みんな。ねえ。もう大体いつもビザ代表ぐらいの時に。そうだよね。分けられるけどね。うん、今度のはどうなんですかね。またいいのかな。どうなんですかね。ねえ、はい。ちょっと楽しみです。はい。どうなるのか。はい。ということで。はい。はい。ちょっと、大事な。大事な週です。週です。すみません。変に気を使わせてしまって申し訳ないです。ちょっと練習してください。ちょっと。はい。もう特にシート取れてると思ってた。いやいや、ギリギリ。失礼しました。いやいや。それもたもたしてるんで。いやいや。今週頑張ります。はい。はい、ぜひ頑張ってください。はい。すみません。ありがとうございます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 。